そういうことでして、ギターフロンティアへようこそ。さあ、今日も素晴らしいギターのご紹介でございます。さあ、こちら出ました。これファンはたまりませんよね。 X ジャパンのあのヒデのモデルでございます。で、これね、割とね、カメラさんちょっとずっと来てくれます？全体的にものすごい程度いいんですよ。新品同様と言っていいんじゃないの。これ割と最近に出たモデルで、 MG160SCG 基板っていうモデルなんですね。100本限定だそうです。これ多分生産去年か一昨年じゃないかな。ものすごい新しいです。でも全体的に見て、ほんと傷とか全然ない。めちゃくちゃ綺麗ね。このこれ基板のねイラストなんだよね。そして、ヒデモデルと言いますと、例のフェルナンデスのサスティナー搭載モデルです。サスティナーもあの安いタイプじゃなくて、フルサスティナーね。さあ、状態いいですよ。本当フレットとかもネックとかももっととにかく問題ないわ。とにかく全然いいです。さあ、じゃあ早速音でございますよ。クリーンね。ちょっと歪まして、早速サスティナーっていうのをどう使うか。ここにスイッチなんですけど、スイッチオン。そうすると、例えばもう延々延々伸びます。で、これをチョーキングすると伸びる伸びる、ほら、もう延々伸びる、いつまでも。で、このねサスティナー切り返すして、こう下にするとミックス的のさっきの、延々普通のがいい。で、ちょっと歪みアップして軽くリバーブかけると、こんな音になります。大先生のパリの散歩道のフィードバック奏法が誰でも家庭の小さなアンプでもできてしまうというですね、もうたまりませんね。ゲイリー・ムーアファンは帰って買わねえかね。ゲイリー・ムーアファンは買わないと思いますけども、さあもう一回、普通のねクリーンにしてみようかな。サスティナー搭載のヒデの基板、めちゃくちゃ程度いいです。これちなみに定価16万だったそうなんですけども、こちらのモデルが、純正のギグバックがついて、お値段がなんとこの程度抜群で税別7万8000円です。お電話お待ちしております。ギターフロンティアでした。ありがとうございました。